ですけど、岸と申します。よろしくお願いします。まあ、村井田さんの5人でやらせていただいているのは2021年の最終戦からですね、今日でちょうど丸1年になって、やっと皆さんと口聞いてもらえるようになったっていうスタートラインにいるような気がしますね。 AVCC とは、 AV はアメリカンヴィンテージですよね。 C はコンペティション、コンペティションは競技、競争とかそういう、でクラブマンロードレース、それで AVCC になりますね。今年は参戦、去年も参戦だったんですね。で4戦やれるのがベストだと MC も言ってるんですけども、今なかなか厳しい状況で、出走台数が減っていくにつれて、やっぱり月によって金額が違う、借りる金額が違うんですよね。その割合だと思うんですけどね、予定して予想してる人数より低ければもう赤ですからね。そういう状況の中で AVCC は、まあ台数は減らさず走ってるつもりなんですけど、その中でやるにはやはりね、皆様レーサーと、まあ、事務局側との連携を取って新規を増やすってのはすごい難しいことなんですけど、増やしたい気持ちは、もう盛り上げたい気持ちと同じぐらいあるんです。それで今一クラスなのも台数の問題が一つありますね。自分が感じてることもレーサーさんから聞いてる感じることも全部頭には入ってるんですよ。頭に入ってる中でやはり台数なんです。ピシッとサイドバルブとパンナックルクラス、ショベルクラスね、FSCR クラスを分けるにはやっぱり台数です。台数が必要になってきますね。ヴィンテージはもうサイドバルブから言えば37年から65年までがヴィンテージクラスですね。そこからが FSCR のクラスになりますね。大運動会じゃないですけど、前回取り上げてもらったりもしてるんですけど、敷居が高いのは仕方ないことなのかなとは感じてます。お金がないんだったらレースなんかやるなっていうじゃないですけど、その負担をなくすのはある程度自分たちだと思ってるんですよ。その出走料のことも今朝ミーティングだったように毎回言ってます。俺 MC の方にも言ってるし、まあ、全国各地から来てくれてる人たちの心意気とか、年に3回しかないレースをに向けて来てるわけですから、その気持ちっていうのはかっこよくて、そのヴィンテージハーレーでやるっていう、それはもう事務局側としてもかっこいいの一言なんですね。それと一緒に携わりたいっていうのが事務局側の気持ちの一つで、そこをどうにうまくやるかって言ったら、まあ皆さんとあのグループラインもそうですけど、作らせてもらった理由の一つですよね。よくする、81番の堀江聖太さんもそうに言ってくれて、バカライド高橋さんも言ってくれて、まあ各トップの田辺さん、川北さん、それぞれ皆さんしっかり意見言ってくれて、それをうまく調和を取りながらやらなくちゃならないっていうのを常に感じていて、良くしたい気持ちの一方ですね。今までとは違うやり方でね、本当に
やっていきたいのは確かなんです。まあ、これもいろいろなところで発してますけど、かっこいいの一言ですね。かっこいいがまずそこにいて、そのオートバイ、ヴィンテージハーレをね、走らせるっていう心意気とか、それを普通に乗るんとはまた全然違うじゃないですか。それは街乗りしてる自分も分かってるんですけど、その上の上の上をいるような気がするんですよね。敷居が高いのは確かで、大人たちが楽しんでるっていう雰囲気とか匂いとかは AVCC しかないかなと。そのレギュレーションが高い中で来ていただいているレーサーのかっこよさっていうのは村井田会長の時から感じてます。田辺さんとかと話して、まあ自分も群馬なので、田辺さんのとこでサイドバルブ乗ってる時はお世話になってました。その中で今レーサーとして出てみたいっていう気持ちはあります。1年目のスタッフの中で、その今自分がじゃあレースやるよって任せられないところもあるので、それはゆっくりゆっくりでいいと思ってます。俺なんて言っちゃなんですけど、村田さんの下でスタッフやってる時から変わってないんです。一応高2なんかなるつもりもなくって、どっちかっていうとレーサーがいて自分がいて、ちょっと下でもいいと思ってるぐらいな、下手でもうかっこいいんですよ。そのあなたたちがいないと始まらないんですっていう気持ちでやってますね。それは本当の気持ちでずっと言ってます、スタッフにも。まあ細かいことは抜きにして、かっこいいから見てたいし携わりたいっていうのが一番ですね。まあレーサーがいての運営ですから、ここら辺の調和を皆さんと取りたいのはね、来年度2023年も一緒ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。